あの頃夢を追いかけた全ての人へ、ミュージカルメリリー・ウィー・ロール・アロング。主演を務めるのはこちらの3人。フランク役の平方元気です。チャーリー役のウエンツ瑛士です。メアリー役の笹本玲奈です。僕たちはどこで間違えてしまったのか。仲違いしてしまったかつての親友3人の失われた絆と人生を逆再生で描く傑作ミュージカル。1981年ブロードウェイで初上演、2014年にイギリスにおけるミュージカルの聖地ウェストエンドで上演された新演出版はイギリス最高峰演劇賞オリビエ賞を受賞した。なんといってもユニークなのは結果が先にあり、そこまでの20年間を遡る斬新なストーリー。そこで直面する人生の分岐点は一つだけではない。誰しもが通ったであろう主人公たちの物語は多くの共感を呼んでいる。その新演出版を手掛け、今回も演出を担当するのがウエストエンドを代表する大女優マリア・フリードマン。さらに作詞作曲は現代ミュージカルの巨匠スティーブン・ソンドハイム。豪華二大巨星の新演出版がついに日本初上陸。それを記念して本公演直前スペシャル、メリリー・ウィー・ロール・アロングの魅力を出演者のインタビューとともにお届けします。主軸となるのはこの3人。映画プロデューサーのフランク、ピューリッツァー賞脚本家のチャーリー、元ベストセラー作家のメアリー、窮地の中である3人を中心に物語は展開します。フランク・シェパードというプロデューサーの役なんですけれども、もともとは、作曲家で富と名声をゲットしているという役どころになります。ノーというつもりだったのにイエスと言ってしまった、申し訳ないっていうセリフがあるんですけど、本当はノーって言いたくてもイエスって言わされたのかもしれないし、すごく心の底からそのセリフは、共鳴して。チャーリーは脚本家、作家と言わないですね、脚本家ですね。自分の書きたいものを書き続けるんだという一本筋が通った、まあいわゆる世間的にはいいと言われる一面と、まあだからこそ頑固で意地っ張りでプライドが高いっていう、それが核となってる人物。小説家の役なんですけども、物事がこううまくいかないと食べ物とかこうアルコールとかそういったことにちょっと依存してしまいがち、哀れに映っているんですけども、私から見たらすごく人間らしくて、共感できるというか可愛らしいなって思うところの方がすごく多いですね。主演3人の脇を固めるのは実力派のキャストたち。フランクの元妻であるベスを演じるのは今夏美さん。演出のマリアさんが、ベスは世界中のどんな女性よりも優しくて賢くていい奥さんだっていうふうに言ってて、私はそんないい人間じゃないなとか思う。フランクの現在の妻でありブロードウェイの大女優ガッシーを演じるのが浅香真人さん。愛してはいけない人を愛した。ポジションとしてはその、主演のお三方の役の人生に竜巻のように絡んでいって、それをこう引っかき回していくという、リアルに演じなきゃいけないんですけど、それをどれだけこう舞台に立っている人間であるということを表現するかっていう、そのバランスが結構難しいなと。そしてガッシーの元夫でブロードウェイのプロデューサージョーを演じるのが今井清隆さん。聞いたか、彼女を笑わせたんですか。プロデューサーの役なんですけども、すごく若い才能を探し出して、で芝居を打って成功させようって考えてる。
プロデューサー感覚で人様をあまり見たことないんでよくわからないんですけども、あの稽古場でとにかく若い子たちが一生懸命やってる姿を見ると心洗われるというか、自分も頑張んなきゃなというふうな。主演の3人は今回これが初共演。親友役を演じるにあたって興味深い事実が。実は3人とも1985年生まれの同い年、全くの同級生なんです。共演するってなって改めてなんか調べた気がする。いくつだっけ、世の中でこうパッと出会っても同い年だってなっただけでちょっと親近感湧きません？なんかもうその感覚と同じで、あ、まず台本いただいた時はまだお二人のことちゃんとよく知らなかったんですね。今回この稽古に入ってみて、もうフランクとチャーリーそのものだなっていう風に感じていまして、約20年間を演じる役なので、あの時ああだったよね、ああっていう感覚が3人ともやっぱり寄せやすい。小学校の時にじゃあたまごっち、ああやったねっていうのが同時にみんななれるから、やっぱ同い年っていうのはその辺がすごく早いので、やっぱそれが3人しか知らない3人の思い出という、3人が仲良しなんだっていうシーンにやっぱつながる、そこの気持ちを持っていけたりするから。この物語は40歳のシーンから始まり、20歳で3人が出会うシーンで幕を閉じます。時を遡る逆再生演出、これって難しくありませんか？僕の記憶をたどっていく逆再生なので、僕自身がその若くなっていくっていうことをなんかこう意識しすぎるとなんかあざといかなって思うし、こう形で見せようっていう感じではなんか思ってないので、どうなんですかね、他の皆さんどうやって作ってるのかお聞きしたいですけど。選曲何年、自分何歳、ここまでにこういうことが起きましたっていうのをこれからその先に演じるから、取ってくるものと逆にそれを捨てるっていう作業っていうのは、あーもうみんなあーってなりながら、芯入る前にあんなにもだえることって多分ないと思います。メアリーという女性はこの20年間でヘビースモーカーだったり、もうアルコール中毒だったり、やっぱりそのすごく声に影響を及ぼすような生活をしている女性なので、特にそういったところを声で表現して、今までにない新しい描き方。一体演出のマリアさんからはどんな指導を受けているのでしょうか？実は稽古場にマリアさんの姿はなく、レッスンはリモート。画面越しのマリアさんの印象を平方さんに聞いてみると、すごい、なんていうんだろう、明るいモンスターな感じですかね。なんかテレビの画面から出てくるかもしれないような、モンスターって言っちゃあれですけど、パワフルなんですよ。あの力がないと人を動かす仕事ってできないんだろうなって。そんなパワフルなマリアさんにも3人の印象を聞いてみました。So, Genki, Eiji, and Rena san are fantastic from the inside out. They don't display stuff, they grow. And I've just watched them come from very much like I work. They're absolutely world class. 主人公フランクの半生を振り返る Merrily We Roll Along。描かれるのは人生は選択の連続であるということ。最後に物語の印象や見どころを6人全員に聞いてみました。一番最初にお客様が見るシーンが一番悲劇的なシーンで、だんだん美しいというか、いろんなことを経てキラキラした純粋なシーンに行くんですけど、人間だって普通に生きていけないよね。そんなにいろんな選択しながら、いろんな悪い選択もしながら、疲れるばっかりじゃないことをしながらやっていくって思うと、どれがっていうともう全部いいって言ってないんですけど、なんかラストシーンに出会いのシーンを演じるっていうのはやっていてなんか不思議な気持ちになりました。お客さんに誰がどうでっていう印象をつけることが多い出会いのシーンをエンドのシーンとしてやると、もう全く違うものになる。一番最後に20歳で3人が初めて出会うシーン、もういろんなものを知ってしまっている状態での稽古だったので、純粋な時代にはもう戻れないんだっていう、やっぱりすごく
グッと来てしまって、ちょっと涙がこぼれそうになってしまったんですね。お客再生ってもう今を提示された上で過去を追っていく、この物語だったら現在は結構悲しい状態じゃないですか。それが物語が進むによって過去になっていって、フランクとチャーリーとメアリーの未来に対してのこう希望だったりがもう痛いぐらいに眩しく感じてしまう。人生っていうのは諸行無常ってじゃないですけど、悪い時でも落ち込むことはないし、いい時でもあんまりいい気になってるとやばいなというね、そういう印象をなんかすごく人生を考えさせてもらえる作品になってますんで。やっぱりガッシーがどれだけエネルギーを持って周りを振り回していくか、そのガッシー自身も恵まれない過去があって、そこからそのなぜ女優になっていったのかとか、どういうふうに現在に至ったのかっていうことが後々分かってくるっていう面白い。ミュージカルメリリー・ウィー・ロール・アロングは5月17日より、まずは新国立劇場からいよいよ公演スタートです。細やかな演出、そしてきめ細やかにお客様にお届けしようという俳優の思いがぎっしりと詰まった作品になっております。まあ、それぞれのタイミングで、いろんな決断を迫られる瞬間があります。なので見てくださるお客様もいろんな年代によって、それが泣けるものだったり、もう爆笑しちゃうようなものだったり、その差がこう如実に現れる、そんな素敵な作品になっております。皆様に最高の舞台をお届けするべく一丸となって今お稽古頑張っていますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。